い、皆さんこんにちは。おうちでタップ11回目。今日はクランプロールをやりたいと思います。クランプロールというのは、4つの音が鳴るものです。指、指、かかと、かかと。ゆっくりやるとすごくバランスが難しいんですけれども、大事なのはまっすぐで、かかと上げた時に膝が曲がって、曲がった方がいいです。こういうことです。これ反対の足もやるの難しいですけど、次にかかとが下ります。この時にここの長さが変わらないように気をつけてください。たーたーたーた、4つの音。指、指、かかと、右、左、右、左。指、指、かかと、右、左、右、左。はい。うん、たたたた。うん、たたたた。うん、たたたた。それだけやってみましょう。小学生とやったレモンでいきたいと思います。苦いレモンの匂い。今日はここだけやります。そしたら足の後ろ足の方に回ります。でレモンの匂いを嗅いでください。いいです。後ろにクロスして回って、ふわー、どうですか、できましたか。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してた、あの子共に胸に残り離れない、苦いレモンの匂い。じゃん。はい、今日のおうちでタップはレモンでした。皆さんも踊ってみてください。ではまたねー。